昨季 DNA でプレーし、現在はメキシカンリーグのメキシコシティレッドデビルズに所属しているトレバー・バウアー投手について26日、萩原流大チーム統括本部長が報道陣に対応。今季の同投手の獲得を断念すると明かした。この日、バウアーがレッドデビルズと今季終了まで契約を延長したことを発表。これを受けて萩原本部長は、 今週、代理人から今シーズンはメキシコで契約を延長すると聞いていた。とし、補強期限ギリギリまで交渉する予定だったが、現実的には獲得してチーム復帰は難しいとした。